まま撮影するんで。はい。待ち伏せされてすぐ撮影。いや、昨日帰っちゃったから。なんかすごい裏からダッシュで逃げてったの目撃情報があるんだけど。昨日はしょうがない。昨日はしょうがない。それでも遅れたから。遅れたの？俺も遅れたもん。それでも遅れちゃったって言ってますよ。でもいいって言ったね、その前に。撮るって言ったら。昨日って見てなかった。うん、昨日って書きました、私。そっちいいの？はい、お願いします。これからですね、プロ選手契約をしたフェナッシーとジャンボ君の記者会見を始めさせていただきます。今回まだ、ヘッドコーチから何の連絡も来てませんが、おそらく直前であのベンチ入りしろという指示が来るのかなと思って、富樫選手をね、なんとかして引きずり下ろしてパチッ、ありがとうございます。ありがとうございました。あとのコンビニだからみんな疲れが溜まってますね。疲れてない。疲れたことないもんね。疲れたことない。そう決めたから。おかっけえ。そう決めたから。おかっけえ。おかっけえ。原選手、お誕生日おめでとうございます。忘れてました。忘れてないよ。朝ツイートしたでしょ。私あれは仕事でしょ。え、あれは仕事でしょ。あれは仕事でしょ。そういうこといくらないの。亀かも。これうちの母ちゃん、あのクリスがあのドラゴンボール好きなの知ってて。誰推しなんですか。ね、ラッシーをとりあえず押してて、あとラッシーとクリスかな。ラッシーはずっと押してるよ。本当マジでマジで。ラッシーがなかなかプレータイムがさ、今もらえなかったりする時も LINE で、ラッシー信じて頑張ってるぞみたいな LINE が毎試合だいたい来てる。うわ。来てくるな。いや、嬉しい。頑張ってください。頑張ります。うん。Happy birthday to you. Happy birthday to you.
今日も一緒にちょっとコートに立つことはできなかったんですけど、ふなっしーちょっとやっぱり悔しいですかね。悔しいですね。やっぱりもう最低でもベンチにできるかなと思ったんですけど、まだちょっとふなっしーの思いが監督に届いてなかった。可能性はあるんですよ。他の選手が別に今、なんだろう、ベンチ外の選手いるわけでもないので。あ、なるほど。GM にその辺はちょっと聞いてみましょう。後ほど。ありがとうございます。最後に、皆さんでなし汁ブシャーでお願いいたします。はい、なし汁ブシャーブシャー、イエーイ。どうやんだっけこれ。マンボウ。マンボウ。もう潰れちゃってるもん。あの、顎が毛顎になってる。確かに。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ最後に写真撮影をしてもらって。写真撮影のまま立って、はい、立って写真撮影しますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。終了です。明日も応援してます。明日も来るんですよね。明日も来る。はい。応援じゃないの、試合に出る方だよ。確かに確かに。行ってきますね。はい。モーニング。モーニング。早く。おはよう。早く。早く。早く。おはよう。おはよう。そう、カメラ向けると絶対鼻ほじるんだよ。ああ。あ、富樫さん、そのモコモコのやつすごい好評ですよ。白いこの。車に置いてあるやつです。車に置いてあるやつです。だそうですね。常に車に置いてあるやつ。あ、今日ほら。悲惨になってる。鼻をゴシゴシしないの。え、なんでなんで、どういうこと。この悲惨のこっちの方がみんなやっぱりイメージがあるみたいで、大物なんかこっちの方が好きなの。センターで、センターでカッチリで、起きたらこうなってたの。今日起きたらこう出した。起きた時の寝癖具合で今日これです。いいじゃん、もう同じ絵よ、これは。え、同じ絵だと。同じ絵だけど、毎回ハラちゃんが全部武道具に来てるから。でも勝率100割、100割、10割。え、それはシャインマスカット100割でやばい。新しい日本語覚えたよね。私の髪の毛長い。ニューワールド。ニューワールド。私の髪の毛長い。昨日のあのロールして決めたシュート、またルーキー再びロールしたから決めてきました。ワルトマトス出た。もう一回やれって言われても、やるでもう一回やれって言われても、アリスさん、じゃあこれ多分あのバスケットライブのクラブ動画とかで多分出るかもしれないんで、今日もお願いします。よろしくお願いします。お願いします。 Let's go Jets。 いつもいい声。昨日素晴らしい。そう、本当に素晴らしかったよ、昨日。何も事前相談なくていや、あれ、あの原さんがあ自分からやるって言ってなかった。言ってなかった。自分から歌う、原さんが俺に触れ歌ってくれバースデーの本人が。そういう裏があった。本人からのリクエスト、それはやるしかないよね。それやるしかないです。それこそこの人ら、この先輩方が光るフナッシーの真似してたんですね。フナッシーの真似、こんなんあるじゃないですか、まあ、こうやって動き、うん、あれ入場の時の、あの上でやれみたいな、階段登って。だいたい千葉県民の皆さんも分かるじゃないですか、あの小刻みな動き、うん、これを上で やるなって言ったらめっちゃ恥ずかしくて、いや、そんなの緩くないじゃないですか。結構やばいんですよ、ナッシュでもね、たこやって。すごいキリ悪いですね。いや、ちょっと一番前のね、ハルさんが一番前だよ。ハルさんマジでよかった。フラッシュの前ね。あんたも練習してる。練習してる。
your guys' birthdays. Happy birthday! Team on three. One, two, three. Hey! もういいって。では、急ぎます。